平和への願いや今活躍するスポーツ選手などさまざまな題材をユーモアのある漫画で表現した作品展が佐賀市で開かれています。この作品展は九州の漫画家や愛好家などで作る九州漫画の会が開いているものです。会場には12人の会員と似顔絵教室の生徒11人が描いた作品およそ130点が展示されています。今年は平和を願う作品が多く見られるほか、サッカーの三笘薫選手や野球のヌートバー選手など活躍中のスポーツ選手の似顔絵なども楽しめます。いろんな制限があって、こうみんなでこう喜ぶとか集まるとかそういう機会が少ない中で、今回の9万点の作品を見ていただいて少しでもほっこりした感じになられれば。この作品展は今月19日まで佐賀市の県立美術館で開かれています。